単語ディスカバリー。単語ディスカバリーは、北近畿単語鉄道及び、西日本旅客鉄道、JR 西日本が、京都駅東舞鶴駅、豊岡駅、宮津駅間を、山陰本線、舞鶴線、北近畿単語鉄道偶線、北近畿単語鉄道宮津線経由で、及び西舞鶴駅、宮津駅豊岡駅間を、北近畿単語鉄道宮津線経由で運行していた。 特別急行列車である。北近畿丹後鉄道、KTR8000 系機動車にて運行されており、運行車両自体の愛称でもあった。北近畿ビック X ネットワークを形成する列車の一つで、主に京都から日本3景の一つである、天の橋立がある、宮津市、京丹後市などの京都府北部を結んでいた。年月日に、 山陰本線、その駅、綾部駅間、北近畿丹後鉄道、偶複線、全線、北近畿丹後鉄道、宮津線、宮津駅、天の橋立駅間の電化に伴う、ダイヤ改正により、新大阪駅、久美浜駅間を運転する列車として、運転を開始したが、1999年10月2日に、舞鶴線が電化したことにより、京都駅発着として運転していた。 タンゴエクスプローラーと車両及び運行計を入れ替えて、京都駅発着の特急として運転されていた。2011年3月12日のダイヤ改正で、舞鶴、橋立に編入される形で廃止された。列車名は、タンゴ半島の観光活性化に願いを込めて、再発見を意味する英語を組み合わせたものである。2010年3月13日時点で、 京都駅まで直通する系統と、北近畿丹後鉄道宮津線内で完結する、系統が2往復ずつ運行されていた。東舞鶴駅京都駅間の列車と豊岡駅、宮津駅京都駅間を運転する特急列車で、綾部駅で増解決を行う多層立て列車として1号から4号が運行されていた。1号と2号の久美浜駅と洋岡駅間は、快速列車で運転されていた。 東舞鶴駅発着の列車は、綾部駅で、豊岡駅の発着列車は、宮津駅でスイッチバックを行うため、進行方向が変わっていた。列車番号は、東舞鶴駅京都駅間は、号数プラス 3000D、豊岡駅宮津駅京都駅間は、号数プラス 3010D で、1号と2号の快速区間は、号数プラス 610D であった。 宮津駅と洋貨駅間の特急として61号と64号が、西舞鶴駅と洋貨駅間の特急として67号と66号が運転されており、このうち67号と66号の西舞鶴駅天の橋立駅間は普通列車として運行された。66号の通区間には、単語ロマン2号の名前があった。64号を除き、宮津駅、 天野橋立駅で京都駅発着の特急、橋立と接続しており、単語ディスカバリーの号数は接続する、橋立の号に60を加えた番号であった。ただし、天野橋立駅から単語ディスカバリー67号となる列車は、橋立7号が宮津駅で進行方向を変えるため7分停車する間に先に発車するため、天野橋立駅での乗り換えはできなかった。 なお、かつては新大阪駅発着の、門司と接続する列車もあり、号数は、門司の号数に70を加えた番号であった。列車番号は、特急区間が、号数 2D、普通区間が、号数プラス 600D であった。運転開始当初は、天の橋立駅と洋歌駅、久美浜駅、網野駅間で折り3本上り5本を、 綾部駅天橋立駅間に降り2本のり1本の運転を行い、前車は天橋立駅で京都駅発着の特急、橋立、または新大阪駅発着の特急、文殊と、後車は舞鶴線内は快速列車とし、綾部駅では京都駅発着の特急に接続していた。天橋立駅に京都駅。 新大阪駅からの電車特急が直通するようになり、従来機動車で運行されていた特急、浅潮、急行、丹後はすべて廃止された。宮津線内完結の後デリスカバリーは、浅潮、丹後の運行区間のうち、非電化区間に関して、残地という形で誕生した列車と言える。浅潮、丹後は、舞鶴線にも乗り入れていたが、この時点では未電化だった。 舞鶴線には大体の優等列車は設定されず、京都駅と舞鶴線を直通する列車は当時、京都駅発着だった、丹後エクプローラーのみとなった。綾部駅発着の丹後ディスカバリーは、その救済の意味合いが強かったが、丹後ディスカバリー、丹後エクスプローラーとも舞鶴線内は、西舞鶴駅までの行で、舞鶴市の中心駅である東舞鶴駅には、綾部駅接続の列車を含めて、 京都駅からの優等列車は乗り入れなくなった。ただし、舞鶴線電化までは、綾部駅東舞鶴駅間に新設されたばかりの快速舞鶴リー号が、その救済役を担った。1999年10月に舞鶴線が電化されたことによって、単語エクスプローラーと単語ディスカバリーを運行区間を入れ替えた上で、京都駅東舞鶴駅、久組浜駅、 豊岡駅、木の先駅、現在の先温泉駅間に往復と、天の橋立駅、久美浜駅、豊岡駅、木の先駅間、下り2本上り3本とした。前車は、西舞鶴駅で、東舞鶴駅発着列車と宮津線乗り入れ列車と、増解決を行っていた。宮津線乗り入れの列車は、1号は、木の先駅、久美浜駅からは、快速列車、2号は、久美浜発。 4号は、豊岡始発としていた。3号は、全編なると舞鶴駅行きのため、北近畿単後鉄道線内には乗り入れなかった。また、宮津線乗り入れ列車は、綾部駅と西舞鶴駅で進行方向を変えていたが、1号はさらに、豊岡駅でも進行方向を変えており、途中で3回進行方向を変える珍しい列車であった。後者は、山陰本線内は、 快速列車として運転し、天の橋立駅での接続は、橋立のみ、2008年から2009年に一時、文樹との接続が復活となっていた。豊岡駅木の先温泉駅間の運行は2008年3月に終了した。新大阪駅久美浜駅間で、東海道本線、福知山線、KTR 線・ KTR 宮津線経由で一往復が運転されて、 いたが、東海道本線、福知山線内は183系電車による、L 特急、北近畿の後部に並結し、福知山駅で連結、切り離し作業を行っていた。並結運転時は、ニュートラル状態となっていた。全列車が、北近畿単語鉄道に所属する、KTR8000 系機動車で運行されており、全車両普通車のため、 グリーン車は連結されていなかった。なお、普通、快速として運行する区間は、全車自由席で運転されていた。KTR 線内完結列車は1.2号車のみの2両編成で、京都駅直通列車は1.255.6号車の4両で、運転されていたが、繁忙期には2号車と5号車の間に3.4号車が、増結された。卓客機や、車両検査などで、 使用車両の変更もあり、タンゴエクスプローラーに JR 西日本の183系電車と KTR8000 型が使用され、タンゴディスカバリーに KTR001 型を使用することもあった。この場合はタンゴディスカバリーとの連続運用であるタンゴロマン号や普通、快速列車も使用車両が変更された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。